近代盆栽さんのオンラインストアでゲットした実の八つ草カエデ、冬準備します。おはようございます。今日はですね、実の八つ草カエデっていうカエデを冬姿にしていこうかなと思っております。この実の八つ草カエデっていうのは近代盆栽さんのオンラインショップで購入したものなんですけれども、近代盆栽さんが去年開催したオンラインフェスタ、ちょっと正式名称忘れちゃったんですけど、オンラインフェスタって言って、オンライン上で Twitter、Instagram、Facebook とか SNS を使ってこの展示会、写真で投稿するタイプの展示会を開催して、で Twitter、Instagram、Facebook とかってそれぞれでいいね数をいっぱいもらったものに対して賞を贈るっていうオンラインフェスタをやってたんですけれども、開催されてて、で今年はやってなかったんですけれども、で去年開催されたそのオンラインフェスタで僕 Twitter 部門でなんかいいね賞みたいなやつもらって、でその景品として3000円の商品券みたいなものをいただいたんですね。3000円だったかな、確かいただいたので、それを使って購入したものの一つの中に実の八つ草カエデっていうものがあって、でその実の八つ草カエデを今年ずっと放置してたので、これから冬姿にしていこうっていうのが今日の課題でございます。はい、じゃあそんな感じでやっていきましょう。はい、アングル変えてこちらでお送りいたしますと、実の八つ草カエデはこちらでございます。じじゃーんと、はいはい、 HA00109 実の八つ草カエデ挿し木6、うちでは KED11 番っていう名前をつけてます。 KED はカエデですね。カエデの11番でございます。実の八つ草カエデ挿し木なんですね。挿し木で増えるということで、うお、引っかかった。はい、こんな感じの素材となっております。ちょっと見づらいか。はい、こんな感じです。八つ草カエデという割にはそこまで八つ草感はないんですけれども、もう少し今ね、この藤綱に埋めて底面給水でずっと管理してたんですけど、これが良くないのか分かんないですけど、今んとこ八つ草感はあまり見られないですね。もうちょっとこの辺とか若干芽吹きがいいですね。芽吹きがいいので、この辺のことを言ってるのか、こういう徒長した枝を見るとね、あまり八つ草感ねえな、むしろ普通の楓の方が石管詰まるんじゃないかなっていう気はしておりますが、この素材ですね、まだまだボディがね細いんですよね。細いのでこの枝徒長させようということで、今年ずっと放置してまして、今ねこの徒長してる枝画面内に収めようとするとこんな感じになっております。はい、ここね、はい、画面内に収まりきりません。でこれが何センチあるのかちょっと計測してみましょうか。かなりね徒長させたよ今年。おっと、よっ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 と、はい、見えないんですけど、ここはいはいはい、60センチぐらいまでありますね。はい、今年60センチ近く徒長させ続けたんですけど、まあそこまで太りはないですね。どこに力を持ってったのか分かんないですけど、まずは根っこを張ることに力を入れてみたのかな、こいつは。来年徒長させ続けたらもう少し化けるかもしれないですね。一気にドンっていく時がいつか来ると思うんで、もう少し来年も徒長させ続けようかなと思います。二重鉢とかにしておくとこの根っこもね切らなくて済むと思うんですけれども、プレステラで管理している以上をこの根っこは切らせていただきます。まあ冬のこの時期にね根っこ切るのもどうかなって思うんですけれども、これも実験ですね。プレステラで管理しているやつはどうしても根っこを切らなきゃいけないと。はい、こんな感じでカットしておきました。ちょっと掃除しようかな。プレステラ磨きます。はい、ざっくり磨いておきました。ちょっと水流してきます。はい、洗ってきました。こんな感じですね。で足元がこうなってて見えないので掃除したいんだけれども、
この徒長枝を落とすかどうかですよね。問題はミニサイズとして作っていきたいんだったら来年もこれそのまま走らせ続けた方がいいんじゃないかっていう説が濃厚なんですけれども、どうですかね。やっぱ太りを得るまで徒長させ続けた方がいいんですかね、それとも一回切り戻して来年出た目を走らせ続けた方がいいのか、果たしてどっちなんでしょうか。僕にはちょっとわからないんですけれども、これね、徒長させ続けることによってで太りを得ることはできるとは思うんですけど、さすがに2年徒長させるとここがねだいぶ太ってくるんで、この切り戻した時の傷っていうものが大きくなっちゃうんですよね。その大きな傷を隠せる自信があるんだったら別に徒長させ続けてもいいとは思うんですけど、それができないんだったら今年切ってでまた来年伸ばして切って、来年伸ばして切っても傷が2個になるのか、ちっちゃい傷が2個になっちゃうんで、それを許容できるかどうか、どっちがいいんですかね。1個でっかい傷ができるのとちっちゃい傷が2個できるのと、でも切り戻す場所によるのか、切り戻す場所によって1回ここで切り戻してここから出た目をまた徒長させてってやると、結局最終的に切り戻すこの位置っていうのはでっかい傷1個になっちゃうってことですよね。どっちがいいかちょっと分かんないんですけれども、この木に関しては一旦そのまま行ってみようかなと思います。来年もそのまま徒長させ続けてみようかなと思いますと言いつつ、剥がり今やってるんですけれども、来年徒長させ続けるんで一旦切り戻しはやらない方針で、そのまんまこれを剥がりしてこの状態で放置、この60センチ近い徒長枝をそのまま放置することによって来年おそらくねグーンと行くはずなんで、足元も太ってくるんじゃないかなという作戦で行こうかなと思います。どっちがいいんだろうね、今年切り戻すパターンと。悩みどころなんですけれども、全然太くないんですよね。ここがここの太さとこの徒長枝の太さほとんど変わらない、むしろこっちの方が太いんじゃないかぐらいのね感じはするんですけれども、ちょっと足元掘ってみましょうか。足元どうなってるか確認してみます。はい、掃除してみました。ちょっと見づらいんで水流してきます。はい、洗ってきました。足元こんな感じですね。気持ち、本当に気持ち座的なものがありました。ここまっすぐな棒状ではなかったですね。そこは良かったかなと思うんですけれども、これね今年プレステラに乗せ替えたんですけど、足元の中身っていうのは全然確認してなくて、単純に乗せ替えただけだったと思うんで、中身がどうなってるのかっていうのは分かんないんですけど、植え替えしたいっていう気持ちもあるんですね。あるんだけれども、でもこの細さで植え替えしてもなっていう気持ちの方が大きいんで、やっぱり来年も徒長させてからですね、せめて 2,3 センチぐらいにはなってから切り戻して根っこ確認して足元確認してそこを追い込んでっていうのをやっていこうかなと思います。根っこもねだいぶ回ってますね、この感じ。ただ来年もなんとか持つんじゃないかなっていう印象はあるんですけど、どうなんでしょう。水もねなんとか通っていってくれてるんで、来年もおそらく大丈夫でしょう、この鉢で。なので今年はここ切り戻しせずにこの徒長枝残してみようかなと思います。残してで来年走らせて、おそらく来年走れば太りがぐんとくると思うんで、来年再来年も走らさなきゃダメかな、ちょっと分かんないですけど、で最終的にこの辺で切り戻すというところで、他の小枝に関しては今のところすぐに枝作りに行く予定はないので、短く切り戻していきたいと思います。はい、枝切り戻しておきました。こんな感じですね。八つ草カエデっていうぐらいだから、ちょっと八つ草感欲しいですよね。なので節間の短い部分だけを中心に残しておきました。はいはいはい、とこんな感じですね。ただこのボディがねまっすぐなのが少しいけてないというか、立ち上がりからねシュッとまっすぐ伸びてる感じがつまんないんで、もしかしたら太った暁に取り木をかけるかもしれないですね。この辺で取り木チュンってかけて作っていくというのも視野に入れつつ、仮にここがごっついもう綺麗にこの苔順ができるくらいね足元が太ってくれたら、それはそれでそのまま使うのもありかなと思います。仮にそのまま使った場合の樹高がどれくらいかっていうと、今時点で 6.5 センチくらいあるのか、6センチ台ですね、 6.6 ちょいぐらいあるんで、ちょっと高いんですよね、ボディとしては位置が高いので。でもまあいっちゃいいか、もう足元立ち上がりが魅力的であればこの高さでもなんとか作っていけるんですけれども、もしねダメそうだったらもう
この辺からがっつり取り木っていうのも考えないといけないのかなと思います。取り木でいいかもしれないですね、うん、来年もとりあえず走らせてみて、今時点で取り木してももう出したことないと思うんでしょうがないと思うんで、一旦これは来年も走らせて太りを得ようかなと思います。なので60センチのこいつはそのままにしておきます、徒長枝。はい、ということで美濃八つぶさ楓での手入れが終了しました。とでここに持ってきたのがその美濃八つぶさ楓の剪定枝を挿し木してたやつなんですけど、挿し木した枝も何本かついてますね。こんな感じで根っこも旺盛に出てるので、おそらく活着したやつは何本かあるんですけれども、こいつの様子もね見たいんでちょっとだけこれの手入れもさせてください。はい、洗ってきました。とでちょっと中の方掃除してみます。はい、中の方掃除してみました。挿し木素材なんでまだまだ細いんですけれども、本当に細枝、剪定枝を挿しただけですね。美濃八つぶさ楓を挿したら10本くらいついてました。こんな感じですね。まあそもそもおやき自体がこれ美濃八つぶさ楓の挿し木素材なんで、まあ挿し木すれば増えるだろうっていうのは分かってたんですけれども、結構活着率はいいですね。枯れてたのが今抜いた枯れ枝が3本ぐらいで、もしかしたらね途中でもう腐ってるやつとかもあると思うんで、まあ、2、3本それがあったとしても15、6本挿して10本ぐらいついたって感じですかね。本当に適当に挿しただけなんで、うん、結構つきますね。はい、こんな感じで美濃八つぶさ楓での挿し木素材がこれ10本残りましたよという報告。こいつはまだ葉が緑で元気そうなんで、冬を越えるためのパワーを貯めてもらおうかなと思います。今は葉刈りせずに置いときます。はい、はい、で美濃八つぶさ楓は終了なんですけれども、もう一つおまけで持ってきました。これはねおまけなんですけれども、これね宮様楓です。宮様楓で紅葉している素材があったんで、もうこいつも冬準備しようかなということで、これは今年放置してた系ですね。枝をこの枝を今年切り戻さなかったやつ、切り戻さずに今年もそのまま引き続き2年目ということで徒長させ続けたんですね。宮様楓どれぐらい変わるのかなと思ってそのまま放置してたんですけど、その素材が今どうなったのかっていうのを確認しようと思って比較のために持ってきました。まあ宮様楓と美濃八つぶさ楓で品種が違うんで全く同じ結果になるとは限らないんですけれども、一旦徒長した先はこんな感じになってて、でプレステラに入れてるからなのか分かんないんですけれども、こいつねあまり徒長しなかったね。これぐらいかな、今年徒長したの40センチぐらいだと思うんですけど、この辺まではねもともとあったんですよ。去年の枝がね、去年の枝があって今年そっからスタートしてでバーって伸ばしたんだけど、そこまで徒長しなかったですね。その徒長しなかった理由はおそらくプレステラで管理してたからなんじゃないかなとはちょっと思うんですけど、プレステラで管理してて、で藤綱に埋め始めたのが夏の初めなんで、結局最初の成長期3月から夏までの間っていうのは砂に埋めずにそのままプレステラを素で置いてたんですね。素の状態でこの状態でトンって置いてたんで、その時に根っこが成長しきれなかったのかな、徒長しなかったのかなっていう思いが僕の考察なんですけれども、僕の感覚的にはそうなんじゃないかなっていう思いがちょっとありますね。プレステラに入れてるせいで根が徒長できなかったから、2年目でこれ放置してたんだけど伸びがそこまでないのかな、どうなんでしょう、わかんないんですけれども。でボディの方はねこんな感じになっております。足元少しだけ掃除してみましょうか。はい、足元掃除してみました。こんな感じですね。気持ち座の形成が進みつつあるけれども、まだまだっていう感じですね。はい、2年走らせてもこの程度でございます。とでこいつをどうするかっていう話なんですけれども、一旦下の方の枝を全力で切り戻します。で上の方をどうするかっていうところなんですけれども、どうしようかな。とりあえず残すにしてもこんなに枝が張ってると邪魔なんで、メインの枝1本だけにしようかな。で切り戻すにしてもどっちにしてもこの枝たちはいらないんで落とすでしょ。
で、まあ、1本長いの残しておきますと、こいつも残してみようかな、来年も走らせてみようかな、3年目突入ということで、まだまだもうちょっと太り欲しいですね。これは美濃矢つぶさかえでに比べると、おっと失礼、美濃矢つぶさかえでに比べるとかなり太いんですけれども、倍まではいかないけど 1.5 倍ぐらいあるのかな、太さがあって、少し魅力的なボディができつつあるんですけれども、まだまだもう少し太ってほしい、足元特にね、ザー作ってほしいので、来年もこいつ徒長させ続けてみようかなと思います。比較対象として持ってきた宮様カエデ、去年徒長した枝を切り戻さずに今年も徒長させ続けてみたけど、あまり2年目だからといってそこまで太りがぐんときたっていう印象はないですね。来年来る予定なのかな、ちょっと分かんないですけれども、ってことはこれに関しても来年も走らせ続けてもせいぜいこれぐらいにしかならないって感じですかね、感覚的には。まあそれでもこっからここってかなり太りますけどね、こっからここ2年、1年でいったら結構すごいんですけど、ってことは来年も走らせて再来年も走らせるみたいなことが必要なのかなってちょっと思ったりするんで、まだまだボディ作りに時間がかかりそうな印象でございます。ということで、宮様楓じゃなくて美濃矢つぶさ楓の手入れ終了でございます。終わった、本日の作業終了でございます。美濃矢つぶさ楓の冬準備ということで、今までやってきた山もんじとか楓に関しては全部切り戻して一回ちっちゃくギャンってて、徒長枝とか全部残さないように剪定してたんですけど、美濃矢つぶさ楓で今日触ったやつに関してはまだまだボディの太さが全然足りないということで、2年目の徒長枝伸ばしに入ってもらおうかなと思っております。なので徒長枝切り戻さない、そのままステイ。ただ別で持ってきた宮様楓の徒長枝伸ばし続けて2年目の素材を見てみたんですけれども、大して太りを得てはいないなという印象がありました。なのでプレステラに入れて徒長させるっていうこと自体がもしかしたら間違っているのかもしれないですね。プレステラって根っこが外に出て空気に触れてそこで成長がストップして中から新しい根っこを出すっていうタイプの、根っこを増やすっていうことには特化した鉢なんですけれども、根っこを徒長させる、枝を徒長させるっていうことに関してはもしかしたら不得意なのかもしれないですね。だからダウン鉢に入れて二重鉢にしてみるとか、まあプレステラでもそのまま二重鉢にしとけばいいと思うんですけどね、二重鉢にしてみて根っこをいっぱい走らせて、で来年も徒長させてみるとかやってみたら、もしかしたら結果が変わってくるかもしれないです。もしかしたらプレステラが枝を走らせて徒長させて太らせるっていう目的として使うのには不向きなのかもしれない説、はい、もしかしたら、ね、あるかもしれない。だからもしそういうのがね分かってきたら、用途に合わせてちゃんと鉢を選ぶっていうことをやっていきたいなと思っております。ちなみにこの美濃矢つぶさ楓っていう楓は品種の特徴として目出しが赤いんですね。で昔上野グリーンクラブで目出し赤いよこいつって言われて買ってきた楓よりも美濃矢つぶさ楓の方が目出し赤いんですよ。で症状ほどまではいかないんですけど、それなりに赤い目が出てくるんで、目出しの赤い楓として売ってもいいんじゃないかなと個人的には思っております。美濃矢つぶさ楓って目出しがめっちゃ赤いんで結構綺麗でかっこいいです。はい、じゃあそんな感じで本日の作業以上でございます。ご視聴ありがとうございました。皆さんも盆栽楽しんでください。バイバイ。